はい、ウエちゃん TV でございます。スカイウォーカー、今回はですねタトゥーインですね、の宇宙空間となります。今回はですね、ものすごくすごいです、すごいです、カイバーボックス彗星、5個をゲットするというものが毎回ありますけども、今回はですねそれだけの話になります。それだけですということで、やっていきたいと思います。はい、タトゥーインの宇宙空間ですね。はい、行きましょう。はい、これですね、脱出ポット、今回ですかね、今回じゃない、前回ですね、ジャンドランド高地で手に入れた機体になります。これむちゃくちゃいいんですよ。結構いいです、むちゃくちゃ可愛いです、何がいいかと言いますと、発射口が1個しかありません、ピュン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 、やりまして、結構面白いです。というかユニークな機体ですね。カバーブロック彗星ですね、バンバン打ち込んでいきます、まあこれ危険回避しなければならないですね、やるんでしょうか。あ、やりましたね。はい、ということで、あの四角のところですね、赤い四角まだ見えないですけど、はい、これスペースバトルエンカウントが脱出、これ全然関係ないです。どんどん、まあブーストかけて、どんどん先に進みましょう。四角ですね、四角をどんどん狙ってですね、ああいうカイバーブロック体力ゲージできました。一気に半分減りましたね。そして真ん中の角ですね、角をめがけてどんどん打っていきましょう。それとですね、パカッパカッパカッと割れてきますので、パカッパカッパカッと割れてきます。はい、もう割れましたか、まだですか。割れましたね。はい、ということでこれでラストですね。はい、カイバーブロック5つですね、これ、しっかりですね、確認しましょう。はい、ということで、アーカニス宙域タトゥーインの宇宙空間、カイバーブロック5つですね、完全攻略しております。というか、あのスタットがむちゃくちゃ大変なことになっています。数字が1000万10万100万1000万1億10億200億になってます。ちょっと待って、10億200、数字がちょっと桁間違えてないわね。間違えてない?大丈夫?なんかこのままいけば、国家予算までいきそうな感じがしますけども。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。役に立ったかなと思った方、そしてですね、参考にしたいなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。